どうも、バテボソの教会でございます。ありがとうございます。ああ腹が減った。パンを食って数時間しか経ってないの、腹が減った。そんなバテボソ教会、本日はお弁当また買うてきました。先週に引き続きまして、今度からご近所さんになるお弁当屋さん、12月30日までやると頑張っておられます。私も見習って働かないとな、もっと頑張ってな。でも29日で終わり、俺は。はい、そんなこんなのパテモソ教会。本日はね、ヘレカツでした。あったメニューはね、唐揚げ弁当。定番なのよね、多分な、唐揚げ弁当。唐揚げ弁当、私が今日頼んで、ヘレカツ弁当、ヘレカツ弁当700円ね。ヘレカツ弁当は700円。唐揚げ弁当650円。そして、ハモ天ぷら。ハモの天ぷら弁当も700円でございました。大盛りにいたしましたので、750円。50円アップですね。で、お味噌汁は、言わないともらえないんですよ。お味噌汁好きなんですよ。味噌汁くれと言わへん方、言わってないやん、言うて言われてもらえませんので、今日は、前回もらえなかったんで、今回お味噌汁もくださいと。無料です。ありがとうございます。最後やし、いっぱい入れといてあげたって言ってました。ありがとう。さあ、食べようか。こんな感じの弁当ですね。どうですか？非常に素晴らしい。ヒレカツ。ヒレカツ、ご飯大盛り、きんぴら、卵。そして、何やろこれ。酢の物系の、切り干し大根か。うん、それですね。味噌汁たっぷり入ってんのかな。いっぱい入れといてあげたって言われたから。いっぱい入れてくれた。隣のおばちゃんが。いっぱい入ってるわ。お前、いただきます。さあ、作業もちょっと一段落して、今、2時前なんですけど。めっちゃ風呂入ってるやん。嬉しい。3時から工務店の子が来てくれて、2階にベッドを運んでくれる、一緒に。うん。今日あったかいからな。ちょっとこれ、この上置くと、引っ掛けそうやな、これ。この蓋でね、弁当の蓋でね。いただきます。はい、いただきます。ヒレカツですね。こんな感じのヒレカツ。うん。ソースはデミグラ。超大盛りでも大盛りでも一緒か。うん。この間唐揚げ弁当も700円やったからね。超大盛りで。良心的やわ。飯食いの俺からすると非常にありがたい。あとなんか個人店の弁当屋さんやからさ、サービスもいいよね。うん、ありがたい。あ、ごま油効いてる。うまい。個人のお弁当屋さんでちょっと減ってきてるよね。やっぱチェーン店とかにはかなわん。値段的なもんでもね。私は個人店の方が好きですけどね。絶妙の唐揚げ弁当。最近タイミング合わないから買いに行けてないし、火曜日はこれ。そこは土日以外多分やってるっぽい。うん。月曜唐揚げ弁当に関してはね、大盛りでも500円やからね。あれはいいわ。
仲良くなってからさ、たまに唐揚げもサービスしてくれる時あるし、手作りって感じがまたいいよね。だって俺普段から手料理の自分の手料理しか食べてないからね。さあ私この後はベッド運び込んで色塗って、もうとりあえず今から掃除やな。しらけ倒した場所を掃除。うん、多分掃除してる最中に手伝いに来てくれるから、運び込んで何かにしてたら多分4時でしょ。そっから色塗る。まあでも1時間も色塗るのかからんから、そこまでいったら今日やることないから、うん、久々に夕方から時間あるかも。うん、残りの作業も多分明日や無理や、今接着してるもんもあるし。嬉しいな、夕方まで終わるって。最近もう9時10時やったから、作業が分からんの、多分夕方に終わる。パソコンとか搬入しようかもだけど、もうそれはいいわ。今日はどうせやったって別にまだ使わへんし。今日水道屋さんが来るそうなんで、水道開通でしょ。あとなんかサインだけしてもらわなあかんみたいだけど、もうそれもちょっと工務店言っといて、言うといた。うん、このスパゲティもあれかな、手作りかな。さすがにこれは違うやつかな。この卵焼きはジューシーなんですよ。うん、まあ、うん、いやだ、ほんとご飯ちょうど。カップ麺も別にいらんもん、ちょうどいい。あ、味噌汁飲む忘れてた。もう普段汁も飲まないんでね、忘れてる。うん、さあ頑張って、この後やろう仕事の作業。ストーブの防火壁のレンガもね、あと2段に積み上がる言うとった。うん、同級生今日も頑張ってくれてたわ。まあね、ポン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 って積んでいけるようなぐらいのもんかなって素人目に思っとったけどさ、いやあんな大変だよな、慎重に慎重に。
すごいね、プロの仕事って。俺やったらほんま、もう、普通にポンポン乗っけていいそうやわ。これも雑に。どれぐらいかかんやろ ?20 万円ほど取られるやろな。20万円取られるか。レンガ代とか入れとったらな。何分ぐらいかかったやろ。わからんわ。金額も何も見積もりも聞いてへんしな。もう友達やからもう。そんなもん聞かんからな、基本的に。よろしく言うてるだけやから。まあそれね、普通より高くしないからさ、俺ら友達同士は。うん。普通よりサービスしてくれてんやからもう。どうせやんやき。もう聞きませんけどね、金額なんて。うん、よし、というわけで戻って作業再開したいと思います。というわけで本日も美味しゅうございました。ご近所様のお弁当屋さん、また来週も食べられたら、来週はもう無理か、正月か、うん、はい、まあ、とりあえず帰って作業したいと思います。というわけで皆様、今日も一日ご苦労様でございます。この動画は夕方になる可能性が高いですけどもね。はい、いつなるか、そのうち投稿されてると思いますが、まあ、見た頃には、ね、投稿されてますけどね。ごちそうさまでした。ほな皆様、良い年末を。ごきげんよう。